の日には学校に行くときコートを着ています。そしたら最近なんとブレザーを着るのを忘れてコートを着てしまい、そのまま学校へ行ってしまったのです。しかし母に連絡したら持ってきてくれてなんとかなりました。ゆいちゃんがこういったうっかり忘れちゃう出来事はありますか？あったらぜひ教えてください。ありがとうございます。あ、私もでも高校生のとき、寒い日はコート着て行ってたけど、逆にブレザーは絶対着なきゃいけないんですかね？この普通の高校生さんの高校は。私の、基本着るんだ。私の高校は、冬場は寒い時コートを着るときは、中は全然カーディガンとかで大丈夫だったので、なんか逆に、びっくりしましたね。うん、ブレザーは持ってないとダメなんだ。そっかそっか。お母さん優しいですね。素敵なお母様をお持ちで。うっかり忘れちゃう出来事は。あー、でも一回、本当に焦ったのは、アフレコの時に、台本をまさかの忘れるっていう事態があって。ただ、不幸中の幸いだったのが、その時、すごく現場、その次の現場、現場が二つあったんですけど、午後の方のアフレコ台本がなくって、でもその、午前中からやっていた普通の台本を持ってたんですけど、その現場が終わってから、こう、カバンを見た時に、午後の台本が入ってないってことに気づいて、で、まだね、ゲーム台本とかだったら最悪こう一人収録なんで、まあ、最悪、現場対応とかも、まあ、可能っちゃ可能ではあるんですけど、ただ、アフレコってもう、ね、台本なんて忘れた日にはもう最悪の事態。そんなもう参加できるできない話になっちゃうので、そう、その時は本当に焦って、何を思ったかこう、カバンから出して、家から出てきちゃったんですよね、綺麗に。だからもう焦って取りに行って、ね、空き時間もちょうどあったのでよかったんですけど、そう、綺麗にこう、机の上に置いてあってね、あれは本当に焦りました。でもそれからアフレコ台本だけはもう何が何でもね、もう二度見三度見して確認するようにしてますけど、うっかり忘れちゃうのはでもありますよね。なんかうっかりで済ませられることならいいんですけどね、もううっかりを超えちゃうともうね、ダメですからね。そう、気をつけないと。私も結構ね、意外と抜けてるとこが多かったりするんでね、うん、気をつけようって思います。うん、皆さんもぜひ気をつけてください。